ミカサ、気がついたのか。腹減っただろう。ほら、食え。ほら、アルミ。まあ、いつもの野戦糧食しかねえが。うん、まずくもうまくもねえ。いつも通りだ。まあ、いつものことじゃねえか。あの悪ガキの起こす面倒の世話をするのは昔からお前らの役目だろ。腐れ縁ってやつだよ。まったく、お前ら時代とか状況は変わってんのに、やってることはガキンチョの頃のままだぜ。だろ。町のガキ大将と巨人とじゃ背の高さが違いすぎるよ。まあ、しかしあのバカはろくに喧嘩も強くねえくせに、相手が3人だろうと5人だろうとお構いなしに突っ込んでったよな。そんでミカサや兵士に止められる頃にはもうボロボロだ。ただな、勝ったところはついぞ見たことねえが、負けて降参したところも見たことがなかった。あいつは時々俺でもおっかねえと思うぐらい執念が強え。何度倒されても何度でも起き上がる。そんな奴がだ、ただおとなしく連れ去られていくだけだと思うか。いや、力の限り暴れまくるはずだ。ましてや敵はたったの二人だ。相手が誰であろうと手こずらせ続ける。俺やお前らが来るまでな。エレンはいつもそうだろ。俺はあの日常が好きだ。エレンに言わせりゃ、そんなもんはまやかしの平和だったのかもしれんが、やっぱり俺は役立たずの飲んだくれ兵士で十分だったよ。あの何でもない日常を取り戻すためだったら俺は何でもする。どんだけ時間がかかってもな。俺も行くぞ。お前ら三人が揃ってねえと俺の日常は戻らないからな。